チャンネルわお。こんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル86曲目、オリジナル曲をお届けしたいと思います。影帽子という曲なんですが、影って回ってますよね。後ろにいたと思ったらだんだんこう前に出てきて、またヒュッて後ろに戻って、また前にだんだん出てきて、ヒュッて後ろに戻ってみたいな。で、その影帽子が出てる時間、夜暗くなってから、遅くなってから、塾とか学校とか会社とかから帰る、その時間ってなんかこうすごくいろいろ思いを馳せてしまう、考えちゃう時間だと思うんですけど、そういう人がきっと私以外にも多いんじゃないかなって思ってるんですけど、なんかこう、ああ今日も一日疲れたなとか頑張ったなとかっていうのもあるだろうし、あの人にこう言われて嬉しかったなとか、逆にいやあの人にこの一言言っちゃいけなかったかなとか、いやあの失敗はなかったなとか、嬉しい気持ちも悲しい気持ちもいろいろこう考えながら自問自答する時間かなと思っていて、でなんかその私楽曲の中でもすごく帰り道の描写が多いんですけど、そういう時間にみんながそれぞれ感じることがちょっとでも代弁できるような曲ができたらいいなって、思っています。明日からまた1週間始まりますね。寒くなってきたので本当にお体ちゃんと気をつけてお過ごしいただけたらと思います。今日の曲です、影帽子。寂しいわけじゃないんだけど、心がぽっかり、いつだって前を向いていたいのに、ずっしり。本当は笑顔になりたいのに、口元への字、どうしちゃったのかな私。やってくるこんな夜は
口できないんでしょう。どうもしないと決めればいい。影帽子がくるくると追いかけっこでついてくる。これは不安で幸せなんだ。ここにいていいよって受け入れて。手をつなごブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしく。